こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス始めていきましょう。スターホースポケットプラス。の見せ所です。これは何だろう。弁当はシリーズか。まあ行きましょう。刀川上。聖火の見せ所です。登録できるんですね。能力アップ 100%。 これがサングラだったら D プラスになるのか。ステージマップ、ステージミッションっていうのもあるんですね。ギニーってなんだ。まあいいや。こんな感じですよね、電動が。ショップなんて回るわけですね。っていうのは加減が伸びるってことかな。スタミナはつまり上限が伸びると。スピードスタミナっていうのはそういう能力なのか。ちゃんと使いましょう。の見せ所です。じゃあ本編行きましょう。刀の川上ですね。1月を2週、今回は WBC に登場させます。騎手は普通だった。いい仕上がりです。ダートの能力がよく分かってないけど、川崎記念ってどうなんだろうな。おすすめには載ってないな。さあ、聖火の見せ所です。前回はですね、香港に行きました。もうちょっとってところだったんですね。今ベスト馬体重は492キロ。嬉しそうですね。何か用ですか。天性のスタートセンス。スタートが SS になっているので、確かに逃げる方がいいのかなと思いますがね。結構でもこのシリーズ、さあ聖火の見せ所です。切りが有利に変わってる感じがする。逃げにしましょう。適正な馬体重です。もう一周調教して WBC 行かせよう。2月を1周になりました。さあ聖
かの見せ所です。ん、何を。いいですね、調子回復、疲労回復、これはおすすめかも。まずまずでしょうか。スピードつまり距離適性に影響を与えるってことですね。つまりスピードアップがするわけじゃなくって、結局調教量によるのかな。嬉しそうですね、何か用ですか。とりあえずこれで WBC 挑みます。2000かな、ターフかな。ターフ行ってみましょう。一着に取ると8000いきます。お、なんか古いジョッキーが揃ってる。何がいいか、ミキオさん行ってみよう。ということで20分21秒、ん、今すぐ観戦できるんだ。即観戦チケットっていうのがあるんですね。行ってみましょう。でもおかしいな、だってなんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。時間になった時に割りられるんじゃなかったっけ。ライバルホースって載ってますね。我が刀川上は3番人気です。20番がない。1番チャンスがダントツですね。前回 WBC を2着となっております。WBC は久しぶりです。近代競馬発祥の地イギリスに世界を代表する名馬が集いました。栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。テムズ川を2度越える特設コースに12頭が飛び出しました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。オーロラルシアン、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。ドバイミレニアムがかわしていきました。一つ目の橋タワーブリッジに差し掛かります。その外からは10番アワポエティックスプリンス、それから12番片野川上、1番人気の3番1番チャンス、ムメール騎手、どのあたりで動くんでしょうか。それから11番クリスタルオーシャン、6番スターオブコジーン、8番ビブロス、そしてその後ろからブリックス&モルタル、内を通りまして2番トリプティク、これと一緒にアーキペンコ、その後ろ3馬身くらいあって1番ザグレイダツビー、流れるようにレースが展開されています。これが先頭、9番ドバイミレニアム、外を通りまして10番アワポエティックスプリンス、12番片野川上、ほとんど馬体が合っています。これが1番人気の1番チャンスであります。それからこれも人気を集めております、オーロラルシアン、その外クリスタルオーシャン、6番スターオブコジーン。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどの馬か。1番チャンスは4番手といったあたり、片野川上が受け出した。先頭松永と片野川上、内から1頭アワポエティックスプリンス、その場は粘れるか片野川上。さあオブコジン懸命に追う片野川上が完全に抜けた。頑張る頑張る松永と片野川上、1着12番片野川上、ワールドブリーダーズカップ初制覇。いきなりやりました。なんと前評判を覆す完勝です。素晴らしいです。1着12番、2着3着3番以上のように確定しました。8000枚ゲットです。ルール変更で空車レベルはアップ。編成もまるで悪くはないですね。
やりました。やりましたね。本当にやりました。めでたい。さあ、生徒の見せどころです。何か用ですか？さあ、6月1週すごいデブい状態で帰ってまいりました。506キロ、ベストバ体重が492キロだから相当がれて、太いですね。パートナー状況も解放されております。いい感じですね。何か用ですか？ということで、マッタケとかあるんだ。つらいな、マッタケとか食べたいよな。いい感じですね。何か用ですか？円柱くんやすい、柔術期が過ぎたというよりは円柱くんや増したということですね。ってことで成長は普通なんですけどね。はい、ということで引退まで残り25周、半分を切りました。見事 WBC クラシックを取ることができました。これで SWBC に最後挑戦できるってことですよね。まあその前に今回宝塚記念の制覇を目指したいと思いますので、次回お楽しみに。はい、今回は非常に情報をお伝えして終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターフォースポケットプラスライブ配、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。